ETC カードの還元率が 1% が主流の中、これってめちゃめちゃすごいですよね。こんにちは、キキです。今回は我が家がメインカードとして三井住友カードプラチナプリファードを作ったわけをお話ししていきたいと思います。実際カードを作ってくれたのは収入の多い夫で、私は夫の家族会員になりました。まず大前提として、三井住友カードプラチナプリファードは基本還元率 1%、年間費が3300円かかります。3300円払っても乗り換えるメリットについて詳しく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。今回の目次はこちらです。1、三井住友カードプラチナプリファードの特徴。2、プラチナプリファードをメインカードにした理由。3、クレカに支払いを集約させる方法。4、お得にカードを作る方法。この4つです。このチャンネルでは低収入でも幸せな暮らしを目指して3人の子育てをしながらの節約情報やお得な暮らしの発信をしているチャンネルです。よろしければチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。1、三井住友カードプラチナプリファードの特徴。簡単に三井住友カードプラチナプリファードの特徴を説明します。加入条件は満20歳以上で、年間費は税込みで3300円。審査基準は必要な年収条件は明確には定められてはいませんが、だいたい年収400万以上が目安とされています。実際にはうちはもう少し年収は下ですが、審査に通ることができました。国際ブランドはビザのみです。基本還元率は 1% で100ポイントにつき1円換算です。公共料金や税金も還元率は 1% です。貯まるポイントは V ポイント。航空ラインズも利用可能です。では次に本題の我が家が三井住友カードプラチナプリファードをメインカードにした理由を9つ紹介していきます。理由1、カード支払いが年間200万円以上を使っているから。我が家の1ヶ月の生活費にかかる支出は約25万円となっています。そのうちの毎月平均18万円ほどはカード支払いとなっており、年間200万円以上はカード支払いになっていることが我が家では分かっています。我が家の家計簿公開動画はこちらの動画で詳しく説明していますので、気になる方はぜひ見てみてください。三井住友カードのプラチナプリファードは継続特典として年間100万円の利用ごとに1万ポイント、最大で4万ポイントも獲得することができます。100万円利用で1万ポイントを獲得すると還元率がプラス 1% アップするため、できる限り1枚のカードに支出を集約した方がこの特典を獲得しやすくなります。また、三井住友ゴールドカードでは100万円ごとの利用で1万ポイントが付与されますが、これは一度きりであり、200万円利用しても1万ポイントのみです。でも、プラチナプリファードでは100万円の利用ごとに1万ポイントもらえるので、最大4万ポイントもらうことができます。つまり、我が家では200万円以上利用しているので、2万ポイントを必ずもらうことができるということです。裏技として、三井住友ゴールドナンバーレスカードと、オリーブゴールドカードの2枚持ちをして、年会費無料で100枚ずつ利用して2万ポイントをもらうという方法もありますが、家計管理がしづらくなったり、100万円ちょうどで使い切ることはカード明細書の確認で時間差があったりして難しいので、我が家はシンプルにプラチナプリファードを作ることにしました。理由2、家族カードを作ってもらい、家計管理を簡単にすることができる。我が家では夫婦同じ財布で2人で家計管理しているので、収入が安定している夫に本管理になってもらって、家族カードで私のカードを作ってもらいました。今まではそれぞれのカードで支払っていて、それぞれの利用明細を確認して家計簿をつけていましたが、これからは夫の V パスアプリで一気に確認できるので簡単になりました。三井住友カードプラチナプリファードの家族会員の場合は、年会費無料で本会員と同じサービスを使うことができます。高校生を除く18歳以上なら何人でも作ることができます。また、三井住友カードには家族ポイントというものがあり、本人カードに二等身以内の家族を登録すると、対象のコンビニ、飲食店のご利用で、家族の人数分最大 5% の V ポイントを還元してくれます。我が家の場合は、私が三井住友ゴールドナンバーレスカードの本会員なので、プラス 2% 上乗せで還元されるということになります。私のゴールドカードはクレカ積立用として保存しておき、普段の買い物はプラチナプリファードの家族カードで支払い、
理由1でお話しした継続特典がもらえるように工夫しています。理由3、 SBI 証券の繰り勝つ見立てで業界最高水準の 5% のポイントをもらうことができる。これがあったからこのカードを作ったと言っても過言ではないです。三井住友カードプラチナプリファードは SBI 証券の積み立てでポイント付与 5% と業界最高水準の高還元率です。つまり毎月5万円を積み立てをすると月に2500ポイント、1年間で3万ポイントのポイントを得ることができ、SBI 証券のポイント付与率だけでも3300円の年会費のほとんどが相殺されることになります。我が家は夫が繰り勝つ見立てで5万円を積み立てする予定なので年会費3万3000円には届きませんが、年会費のほとんどをポイントで賄えます。しかし注意点として、繰り勝つ見立て分は年間のカード利用分としては計算されないので注意してください。つまり100万円利用ごとに1万ポイントプレゼントの中には積み立て分は加算されないということになります。しかし繰り勝つ見立てで 5% というものはものすごいことなので、 SBI 証券で積み立て利用者の方はプラチナプリファードを持つべき、またはプラチナプリファードの利用者は SBI 証券で積み立てをすべきと言っても過言ではないかもしれません。理由4、 ETC 利用がなんと 4% 還元になる。三井住友カードプラチナプリファードには特約店というものがあり、この特約店での利用は基本還元率 1% に加えて還元率が上乗せされます。 ETC はプラス 2% 指定されていて、基本 1% プラス 2% 上乗せで 3% 還元です。さらに継続特典の1万ポイントを加算すると最大で 4% の還元になります。このカードは SBI 証券積み立ての5% 還元の話が結構話題ですが、これってめちゃめちゃすごいですよね。三井住友カードの ETC カードは初年度無料で、次年度以降も前年度に1回でも利用実績があれば年会費は無料となります。つまり高速道路を年に1回以上利用する人なら年会費はずっと無料に利用することができます。 ETC カードに費用はかけたくないという人にはとてもおすすめです。また家族カードからでも ETC カードの申し込みができるというのも魅力的です。また利用分はクレジットカードのショッピング利用分と一緒に請求と引き落としが行われるので管理もとても楽になります。そして三井住友 ETC カードでは会員保証制度により、お届けから62日前に遡り、それ以降の不正利用については保証が受けられます。万が一紛失や盗難があった場合にも安心です。我が家は高速道路はたまにしか使いませんが、ETC カードの還元率が 1% が主流の中、高還元なのは間違いないので、夫も楽天 ETC カードを解約し、三井住友カード、プラチナプリファードの付帯カード、ETC カードを申し込んでいました。理由5、対象のコンビニ、飲食店で最大 7% 還元、コンビニやファミレスではタッチ決済で最大 12% 還元を受けることができる。我が家はなるべく外食はしないようにしていますが、ゼロではありません。プリファードストアの中に普段利用のお店が含まれていれば、還元率を大幅にアップすることができるんです。スマホのタッチ決済を利用すると、コンビニやマクドナルド、ファミレスも 7% 還元です。個人的には子供たちが大好きなマクドナルド、すき家、かっぱ寿司や浜寿司のお寿司屋さんも 7% 還元なのはとても嬉しいです。プリファードストアについては概要欄にリンクを貼っておきますので、対象のお店を知りたい方は調べてみてください。三井住友カードのみだと最大 12% 還元ですが、オリーブアカウントを作成することでさらにプラス 8% の最大 20% 還元までアップできます。オリーブアカウントを持っていれば同じ還元率が三井住友カードでも適用されます。つまり我が家の場合、年会費無料のオリーブアカウントを持つことで対象店舗の還元率が上がると、メインカードである三井住友カードプラチナプリファードにも同じ還元率が適用されるということになります。メインカードをそのまま利用しながら、オリーブのお得な特典である V ポイントアッププログラムを利用できるんです。使うカードは今まで通りで、還元率だけアップするならやらない手はないですよね。ちなみに私は三井住友ゴールドナンバーレスの100万円修行を達成しているので、オリーブゴールドカードも年間永年無料で発行することができました。2月29日までに申し込みをするとお得に発行できるので、還元率を上げたい方は概要欄からチェックしてみてください。理由6、
ユニバで最大 7% 還元を受けることができる。我が家は来年、ユニバに旅行へ行く予定があったので、ユニバーサルで還元率が上がるのはとても嬉しかったです。スマートフォンのビザタッチ決済での利用分は、プラス 6% 還元。カード実物のビザタッチ決済のご利用分は、プラス 4% 還元になります。ユニバーサルシティウォーク大阪でも同様の還元率が得られます。ユニバに旅行しに行くという人はこのカードを作っておくとお得に買い物ができますのでおすすめです。理由7、初年度は新規入会&利用特典で最大6万5000円相当のポイントを獲得することができ、簡単に年間費をペイできる。新規入会キャンペーンとして、ご入会月の3ヶ月後末までに40万以上の利用でプラス4万ポイントをプレゼントというものがあります。なので40万円以上利用することができれば、年間費は実質無料ということになります。40万円と聞くと達成できるか不安ですが、我が家は申し込みをし審査に通ったのが12月なので、3月末までに40万円利用があれば達成ということになります。注意点ですが、審査が通った日が入会月になりますので、なるべく月初に申し込むことをお勧めします。我が家はこのことを考慮して、出費の多いクリスマスや年末年始を挟んだり、来年ユニバーサルシティへの旅行も考えていますので、割とすぐに40万円利用を達成できそうです。しかし、出費の予定がなくても、Amazon で Amazon ギフトカードをクレカ決済し購入しておけば、10年間は有効期限があるので、こちらの方法も試してみてください。理由8、V ポイントをザクザク貯めて、日用品0円が実現できるから。私は5年ほど前から主にポイ活で T ポイントを貯めて、ウェルシアで毎月20日に T ポイントで買い物をして日用品をお得にゲットしてきました。しかし2024年春からはまだ正式ではありませんが、 T ポイントと V ポイントが統合され、新 V ポイントがウェル活で使えるかもしれないという情報が出ていました。これが本当に実現できれば、 V ポイントを利用で 1.5 倍の買い物をすることができ、日用品ゼロ円を実現することができます。我が家では計算すると、積み立て投資で3万ポイント、継続特典で2万ポイントを必ずもらえることができるので、その合わせて5万ポイントを20日にベルシアで買い物をすれば、7万5千円分の買い物ができるというわけです。現金の手出しはないので、ゼロ円で買い物することができます。すごいですよね。ベル活をご存知でない方は、こちらの動画で詳しく解説していますので、概要欄から見てみてください。理由9つ目、選べる無料保険がある。三井住友カードでは、カードの付帯保険を選択できるサービス、選べる無料保険というものがあります。選べる無料保険にあるプランは、普段の生活で起こり得るトラブルや、旅行先でのアクシデントを保証してくれるものです。その中で、我が家はスマホ安心プランというものに申し込みをしました。スマホ安心プランとは、スマートフォンが破損、故障、盗難にあった場合、保証してくれるプランです。例えば、スマートフォンを落とし、画面が割れてしまった、という場合には、保証の対象になります。保証対象となるスマホは、購入から2年以内のスマートフォン、もしくは、スマホ安心プランの保証期間中に新たに購入したスマートフォンが対象です。買ったばかりのスマホをお持ちの方は、加入して損のない保険だと思います。保険の種類や条件が細かいこともあり、ここで説明すると長くなりそうなので、詳しくは別の動画で解説しようと思っています。気になる方はチャンネル登録をして待っててもらえると嬉しいです。以上、9つが我が家が三井住友カードプラチナプリファードをメインカードにした理由でした。では次に、クレカに支払いを集約させる方法を説明したいと思います。我が家の場合、特約店以外の普段の買い物は、楽天ペイやペイペイにクレカを紐付けして利用しています。楽天ポイントやペイペイポイントはつきませんが、プラチナプリファードには基本還元率 1% と継続特典の 1% で 2% ポイントがつくので、それだけでも十分と考えています。特にペイペイはクーポンがとてもお得なので、ダイソーや GU で買い物するときは、必ずクーポンを取得してから使っています。クーポンを使用する際は、決済方法は問わずにポイント還元がされます。ここで実際に PayPay にクレカを紐付けする方法を紹介します。まず、PayPay アプリの左下のアカウントをタップします。そうしましたら、支払い方法をタップします。そうすると、下の方に PayPay カード以外のカードを追加がありますので、こちらをタップします。
そうしたらカード番号を直接入力するをタップし、カード情報を入力し追加したら完了です。カードが追加できたかの確認は支払うボタンを押して PayPay 残高というふうに表示されているので、このままではクレジットカード決済にはなりません。この矢印ボタンを押して下のクレジットカードというところを押して、こちらで支払いをするとクレジットカードから支払いがされます。そして2つ目の方法としては、このカードは公共料金や税金も還元率が 1% なので、我が家では LINEPay にクレカを紐付けして固定資産税や自動車税、毎月の水道費もお得に支払っています。PayPay でも請求書払いという欄はありますが、 PayPay の場合は PayPay カードしか登録できないので注意が必要です。それに比べて三井住友カード、Visa の場合はチェージ&ペイで 0.5% 還元でポイントをもらうことができます。恥ずかしながら我が家はこのカードにしてから LINEPay にクレカを紐付けする方法を知ったので、皆様にも共有していきたいと思います。はい、でははじめに LINEPay を開いて右下のウォレットというところを押します。次にこのチャージというボタンを押します。そして認証が済んだら請求書払いというところを選んでタップします。そうするとスキャンというボタンが出てきますので、こちらを押せば請求書をスキャンすることができます。そして金額を確認し同意をして支払うボタンを押せば完了になります。 LINEPay でのチャージ&ペイでは継続特典の対象になりますので、三井住友カードのビザカードを持っている方はお得に請求書払いができます。例えば自動車税、固定資産税や社会保険料、住民税、水道料金、電気ガス料金など様々な支払いに関して LINEPay での支払いがおすすめです。注意点に関しては、こちらの LINEPay の支払いですと領収書が発行されませんので、車検が近い方は注意するようにしてください。はい、では最後にお得にクレカを発行する2つの方法を紹介していきたいと思います。まず一つ目に、これは口酸っぱく言ってるのですが、ポイントサイトからの発行です。クレカを発行したり、買い物や旅行をする際は、必ずポイントサイトを経由してから行動すると、ポイントをお得にもらうことができます。私は、ハピタス、笑う、ポイントインカムの3つのポイントサイトを利用していますが、今、三井住友カード、プラチナプリファードの発行で、ポイントが高いのは、笑うというポイントサイトです。1ポイント1円で分かりやすいサイトで、ログインするだけで1ポイントもらえる仕組みもあるので、私も一番愛用しているポイントサイトになります。まだ登録してないよという方は概要欄に紹介リンクを載せておきますので、よろしければご使用ください。またポイントサイトを初めて使うという方は、必須設定&注意点を詳しく説明した動画をアップしていますので、こちらの動画を見てからポイントサイトに登録することをお勧めします。しかし今現在ではクレカ新規発行で得られるポイントはわずか600ポイントです。確か我が家が12月初めに申し込んだ時は5000ポイント以上あった気がするので、今発行するのはもったいない気がします。しかし新ニーサでクレカ積み立てをする場合はなるべく早く発行したいですよね。そんな場合は2つ目の方法がおすすめです。二つ目の方法は、紹介キャンペーンを使って最大1万ポイントの V ポイントをもらう方法です。それがこちらなんですが、私の紹介リンクを使って三井住友カードのプラチナビリファードを作成された場合、紹介された方に1万 V ポイントがもらえますし、大変おこがましいんですけれども、私にも1万 V ポイントが入りますので、正直今こちらが一番熱いんです。ちなみに私が初めに発行した三井住友カードゴールドナンバーレスのカードとかも 2000V ポイントもらえます。実際紹介リンクを開くとこういった感じのページが出てきますので、もしプラチナプリファードを作る場合についてはこの三井住友カードプラチナプリファードっていうのがあるので、申し込みはこちらをタップします。そしてあとはこちらのページが出てきますので、チェックを入れて申し込みはこちらをタップすれば、あとは普通に三井住友カードプラチナプリファードを作成するだけになります。もし私の紹介リンクでよければ概要欄にリンクを貼っておきますので、使っていただければと思います。キキチャンネル、いよいよ来年からは新ニーサが始まります。私もこの11月12月新ニーサに向けていろいろ勉強したり準備をしてきました。私もお得な制度はどんどん使って資産形成を頑張りたいと思っていますので、一緒に頑張ろうと思ってくださる方はぜひチャンネル登録をして一緒に頑張っていきましょう。私も投資や節約について勉強したことは
皆様に共有していきたいと思っています。今年1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。良いお年を。